バイダーチャンネル、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日も引き続き、ASEAN6 における販売チャンネル戦略、日本同文、あ、日本じゃない、単なる同文館出版から、私は去年出した本ですけれどもね、この番組でも何回か日本同文館出版って言ってるんですけど、日本つきません、同文館出版ですね。私が別で出しているこの、日本実業出版社、これの癖がね、日本つくんでね、こっちもついつい日本って言っちゃってるんですけど、同文館出版です。大変失礼しました。日頃よりスパイダーチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブではB2C および B2B 製造業を対象に、グローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。はい、今日160ページね、ディストリビューター選定はすでにストリ合戦ということで、まあ第6章のフィリピンですけど、 VIP の最後の P、 フィリピンですね。これのディストリビューターはすでにストリ合戦ということで、まあね、 ASEAN の市場もね、もういいディストリビューターがかなりこう仕上がってきていて、でもちろんね、15年ぐらい前はこういろいろ順位がね変わったりとかっていうのはあったんですけど、だいたい最近こうトップ3とかはもうあんまり動かなくなってきていて、非常にその、なんだろう、固まってきたと。いいところはどんどん良くなってくるし、ダメなところは淘汰していくと。で、今後ディストリビューターの業界再編も多分あると思いますけど、まあまあ、やっぱりいいディストリビューターっていうのはすでに、取られちゃってるっていうケースがまあ非常に多くて、で結局その規模が大きい小さい、それから自分たちとの取り扱ってる商品と彼らの得意分野が近いか遠いかっていうところの、まあ、議論になってくるわけですけど、まあそういう意味で言うとやっぱり規模が大きくて、でそれでいて、まあ自分たちの取り扱い商材に近いところ、それがまあ一番いいわけですよね。食品売ってんのに日用品売ってるディストリビューターやっぱり嫌だし、売上が数百億円ある大きなディストリビューターの方が、数億円の小さなディストリビューターよりも当然実績もあるんで、そっちの方がいいでしょうということになるんですが、やっぱ規模が大きいし取扱品目も大きいっていうディストリビューターはね、すでに、皆さんの競合が取扱いをやってるとかね、だからまあなかなかこう皆さんの商品競合しちゃうんで取り扱えないとか、逆に取り扱えたとしてももともとやってる、競合の方がね、よりその長い関係もあるし、売れてるのでマーケットシェアも高いので、やっぱディストリビューターとしてはそっちに注力しがちで、これからやるメーカープリンシパルの商品にはなかなか力が入らないというケースは別に珍しくないので、やっぱり規模が大きくて取り扱い商品が近いっていうのはなかなかもう難しい、イストリ合戦になっちゃってると。で日本の消費財メーカーの多くはね、その消費財メーカーに限らずですけど、そのディストリビューターの選定基準、とにかく大きくて優秀なところみたいな、実績あるところっていうふうに言うんですけど、まあそれは大きい方が実績が大きいし、いろいろ業界での融通も効くし、小売へのコネクションも持ってるし、営業マンも多いし、いろんなことができるって、まあ、そうなんですけど、皆さんのビジネスのステージによっては必ずしもそこが必要かっていうとね、そうじゃなかったりするわけですよね。そんなに大きなディストリビューターのこんなたくさんの力をね、これから始めてこれぐらいの労力しか必要ないのに、こんな力ね、求めますかと。まあ、将来そうなるかもしれないけど、じゃあそれ何年後ですかって言った時にね、すでにこんな力を持ってるディストリビューターは別の競合や別のメーカーとこれぐらいのシェアに向かってやってるわけでしょ。そうするとこんなところのシェアのためにね、そんなに経営資源割くかっていうと割かないので、実はこう不要なものを ねだってるっていうケースってまあ非常に大きくて、で特に参入初期とか導入期はやっぱり中堅クラスで、まだまだこれからこう成長しようと、新しい商品を取り扱いを増やして成長しようという意欲に溢れていて、ある程度首根っこつかんで言うことを聞かすことができるようなディストリビューターの方が、まあ、合致してるっていうケース全然あるんですよね。
で、共に成長していくのも良しだし、自分たちのシェアの方が彼らよりも成長が早ければ途中でディストリビューターを変える、もしくは併用するっていうことだって選択肢としてはあるので、必ずしもね、なんかその大手で実績のあるところではなくて、自分たちが、戦略上ね、短中長期の戦略上どの小売りに売りたいんですかと、じゃあその小売りに確実に売ってくれる、これはスキルセットもそうだし、物理的に、スキルとしてね、ケーパビリティ持ってるか、そういう能力持ってるかっていうことと、あとそのマインドですよね、それを本気でやってくれるかどうか、必ずしもスキルがあってもやってくれるかどうか分かんないと、もっと別の重要なクライアントがいたらそっちに経営資源、割かれるというケースだってあるので、そう考えると、まあ、必ずしも大手じゃないですよと、自分たちに合致したディストリビューターを選ぶということが、まあ、大変重要ですよというお話でございます。今日でね、いよいよそのこの VIP、ベトナム、インドネシア、フィリピンが終わりましたんで、次回から第3部に突入をします、販売チャンネル戦略に SMT 編ということで、シンガポール、マレーシア、タイのお話になってまいります。はい、それでは今日これぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。